It happened an age ago. But when I recall, I see it true.On a night of wintry fog, the rune of death was stolen. And the demigods began to fall, starting with Godwin the Golden.Queen Marika was driven to the brink. The shattering ensued, a war that wrought only darkness. The Elden Ring was broken. But by whom? And why?What could the demigods ever hope to win by warring? The conqueror of the stars, General Radahn.Blade of Mikkola and Melania the Seventh. These two were the mightiest to remain, and locked horns in combat. But there would be no victor.So, we inhabit a fractured world, awaiting the arrival of the Elder Lord. Unless, of course, thou shouldst take the crown.基本的な部分ですが、まずはそのダークファンタジーのアクション RPG ですよというところですね。でこれはその骨太のアクション RPG であるというところと、まあ、困難と達成感、はい、あとはまあ未知の探索とか、あるいはその世界観の作り込みという部分ですね。そしてその我々がこれまでこだわってきた部分、それはしっかりと踏襲しつつ、それこそダークソウルシリーズとかブラッドボーンとか、これまでの開発で培ってきたノウハウ、それをこう断然ふんだんと盛り込んで、新しい体験を作ろうというコンセプトで開発しているゲームになります。はい、で今日は、世界観とアクションシステム、まあ、大きく分けてこの2つで説明をしていきます。はい、でまず世界観の部分ですね、本作で我々初となるオープンなフィールドっていうのを採用しています。まあ、これまで以上の、スケールのある世界っていうのを提示しています。でその大きな世界でジョージ・ R.R. マーティンさんが作ってくれたシーン、はい、でそのストーリー部分ですね、はい、まあ、すごく簡単に言うと、舞台は狭間の地というところなんですけど、もともと繁栄をしていたんですが、何故かどんどん荒廃していってしまいましたよと。でその狭間の地の外にいるですね、アセビト、まあ、これは今回の主人公なんですが、に、まあ、この狭間の地に行ってですね、エルデンリングの王となるという、まあ、ある種の啓示みたいなものが出て、でそのアセビトは狭間の地に来てエルデンリングの王になるためにですね、デミゴッドたちに挑んでいく、そういったお話になっています。なので今回もそうですね、これまで以上に割とその入りやすい、
キャッチーなストーリーが用意されているかなと思います。はい、今までよりも今までみたいにこうなんでしょうね、主人公を何かに巻き込まれていくというよりは、うん、まあ、自分の意思で王になるっていうところで冒険を進めていくっていう感じですね。はい、で様々なキャラクターが登場するわけですが、うん、まあ、それぞれこうエルデンリングにまつわる群像劇っていうのが展開されていきます。で今回もですね、まあ、我々のタイトル今までもそうだったんですが、はい、そのプレイヤーさんのプレイ自体がストーリーになっていくっていうところを目指していて、うん、はい、例えばそのムービーでこういうで次にマップの構成ですねについてお話しします。先ほど言った通り、今回はそのオープンなフィールドっていうのを採用してますよ。はい、このフィールドその単に広いっていうわけじゃなくて、まあ、様々な危険に満ちていたり、うん、割とこうバトルシーンが多かったりする我々らしい、フィールドになっています。まあ、こんな感じでいきなりドラゴンが降りてきたりとかすることもありますし、はい、あとはですね、探索しているとこうシームレスにつながる中小規模のダンジョン、それを見つけることがあります。はい、でそこを攻略できてしまいますよという形で、まあ、探索してるだけでいろんな発見があるよねっていう、まあ、そういうゲーム密度の高い、フィールドっていうのを目指しています。あ、探索して建物に、そうですね、うん、でシームレスにつながっていて、もちろん、こうした中小規模のダンジョンっていうのは、まあ、地下墓地とか坑道とかいくつか種類があるんですが、はい、基本的には行かなくてもクリアには関係ないんですね。だから行くともちろんそこには恐ろしいボスがいて、はい、倒せばいい報酬が待っているという形なので、はい、そうした攻略も楽しめるようになっています。と走り回りたいですねそうですね、結構そこの体験も楽しんでいただける部分かなと思います。でそうした中小規模のダンジョンとは別に、オープンなフィールドの対となるですね、我々はレガシーダンジョンと言ってるんですが、はい、大型のダンジョンというのが用意されています。うん、これはそのフィールドとは違ってですね、まあ、複雑で立体的に作られていて、かなり緊張感のある、攻略が楽しめるようになっています。なのでそのフィールドの開放的な、ものとこういった閉鎖空間での緊張感ある探索、はい、それぞれ違った2つのプレイフィールドっていうのを楽しんでいただけるんじゃないかと思っています。外の開放感と違って本当に見ているだけで緊張感、そうですね、ファクターなんですが、そこそ直近のセキロだと主人公は固定オオカミ君を、はい、操作するっていう形だったんですが、今回はダークソウルシリーズのようにですね、ユーザーさん自身が、カスタマイズして、それは外見もそうですが、まあ、装備とかいわゆる能力値とかもそうですね、でこのように例えば剣をどんどん極めていこうっていうような、プレイスタイルを選ぶこともできますし、はい、見慣れたというかこうすごく、そうですね、はい、これまでやってきた動作だなと思います。はい、こういった形で、まあ、重い武器を振れるキャラクターを作っていこう、そういう遊び方もできます。はい、あとはそうですね、例えば近接戦闘が苦手だっていう方はこういう感じで弓をどんどん駆使した、キャラクターを作っていくこともできますし、はい、まあ、こちら魔法ですね、今回魔術と、祈祷という概念になってますが、魔法に特化したビルドを作ることもという形になっています。でもちろん、本作これは従来通りなんですけども、はい、一つだけいわゆるその何でしょうね、これは霊体というものですね、はい、まあ、強敵がいるところとか、まあ、ボスがいるところではこういった形で、自分の 仲間となる霊体というのを呼び出すことができます。まあ、共闘できるという形ですね。で霊体自体も強化することもできますし、あとさまざまな種類がいますので、ここのシチュエーションではこの霊体を呼び出そうという形で、うん、そういう霊体を選ぶ楽しさ、成長させる楽しさっていうのもあるかと思います。結構敵をかき乱してくれてましたね。そうですね、うん、なのでやっぱり特にボス戦とかだといわゆるターゲットを取ってくれるので、難しいところでも結構助かるかなという形です。ただ、当然すごく強いわけではないので、はい、最初は助けてくれるんだけど、途中からはもう自分で頑張らなきゃいけないっていう感じですね。はい、そこまで大きく難度が、下がるわけではないんですが、だいぶ助かる存在にはなると思います。
で次にステルスですね、はい、まあ、今回ステルスを用意していまして、しゃがんでいたり、まあ、木陰にいたりとかすると敵から見つかりにくくなってます。なので、まあ、やばい敵がいるなってなったら、そうですね、このように隠れてやり過ごしちゃうこともできますし、まあ、あるいは背後からですね忍び寄って暗殺する、そういったこともできるようになっています。じゃあいろいろこう探索、しゃがんでいたり、まあ、木陰にいたりとかすると敵から見つかりにくくなってます。なので、まあ、やばい敵がいるなってなったら、そうですね、このように隠れてやり過ごしちゃうこともできますし、まあ、あるいは背後からですね忍び寄って暗殺する、そういったこともできるようになっています。じゃあいろいろこう探索しないと、マルチプレイ中を除いていつでも呼び出すことができます。今みたいに、まあ、指笛ですねを吹くとその場で召喚できるという形になっています、はい、でフィールドもその結構高低差があるんですが、こういった気流に乗って高低差のあるフィールドを気持ちいいですね、はい、実際にそのまま、移動することもできますし、はい、まあ、2段ジャンプができたりとか、まあ、かなり運動性能の高い馬ですね。広いフィールドっていうものをそうですね、ストレスなく駆け回れる、存在になっているかと。でもちろん馬に乗りながらの戦闘っていうのもできるようになっています。馬同士ですか？馬同士ですね。いわゆる騎乗戦闘みたいなのも、はい、馬同士でも結構楽しい熱いバトルかなと思ってます。The tarnished will soon return, guided by grace once lost. The golden order is broken to its core. Elden Ring, emboldened by the flame of ambition, someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die in an unending. Be born.